皆様お疲れ様です。パーソナリティのすみれです。現在コロナウイルス感染拡大防止のため家にいる時間をゲームをして過ごす方が多くなっており、ゲーム業界の成長率が伸びてきていると言われております。それは日本だけではなく世界的に見ても同じです。ゲーム業界の世界での市場規模は2018年に約13兆円だったのが、2020年には20兆円を超え、日本国内でも2018年1兆7250億だったのが2兆円超えと、コロナ前から著しい成長を見せているようです。では現在世界ではどんなゲームが人気なのでしょうか。今回は海外のネット上でも話題になっていた史上最高のゲーム作品について、海外の反応とともに取り上げていきたいと思います。昨年11月、イギリスで開催された世界最大級のゲームアワード、ゴールデンジョイスティックアワードにて、史上最高のゲーム作品を決めるアルティメイトゲームオブオールタイムの受賞作品が発表されました。ゴールデンジョイスティックアワードは1983年から30年以上にわたり開催されてきた世界で2番目に古い権威あるゲームアワード。2021年は世界初のアーケードゲーム式ビデオゲーム、コンピュータースペース1971年が登場してから50周年であることを祝して、これまで発売されてきた約110万本ものゲームから史上最高の作品を決めるアルティメイトゲームオブオールタイム賞が特別に設けられました。この発表で史上最高の作品に選ばれたのが、日本のフロムソフトウェアのアクション RPG ダークソウル。ダークソウルは2011年9月22日に第1作がプレイステーション3版として発売されました。海外での販売については、バンダイナムコエンターテインメントが本作品の販売を受け持ち、 Xbox360 版も同時発売されます。2012年8月には追加要素を加えた Windows 版が海外で Prepare to Die Edition として配信され、同年10月には PS3 版および Xbox360 版に同様の追加要素を加える DLC アルトリウス・オブ・ジ・アビスが配信。また DLC 配信と同時に Prepare to Die Edition の日本版となるWith Artorius of the Abyss Edition が PC、PlayStation 3版として発売されました。その後、ダークソウルの続編、ダークソウル2、シリーズ3部作の完結編、ダークソウル3などが発売。ダークソウルシリーズは、一歩間違えれば死に至るほどの高難易度が特徴となっており、国内だけではなく海外のゲーマーたちからも高く評価されています。なお2020年5月時点でダークソウルシリーズ累計出荷本数は2700万本を突破しているようです。そしてゴールデンジョイスティックアワードで史上最高のゲームとして評価されたのは、初代のダークソウルです。オンライン投票による票割合は、ダークソウルは 12%、次いでアメリカの ID ソフトウェアが開発し、1993年に発売されたビデオゲーム Doom が 11%、 任天堂より2017年に発売されたゼルダの伝説 Breath of the Wild が 10%、 アメリカのバルブソフトウェアによって2004年に発売された Half-Life 2が 9%、マルクス・ペルソンとモヤンスタジオの社員が開発したサンドボックスビデオゲームマインクラフトが 8% と大接戦となったようです。ちなみにアルティメイトゲームオブオールタイムノミネート作品は次のようになります。ノミネート作品は、開発者やパブリッシャー、ゲームメディア出身者など
ゲーム業界の著名人や重要人物がゴールデンジョイスティックアワードにおける過去の受賞作やノミネート作、海外の著名ゲーム雑誌によるトップ100リストを組み合わせ審査されたようです。テトリスやマインクラフトといったそうそうたるノミネート作品の中から選ばれたダークソウル、フロムソフトウェアが開発し2009年に発売されたデモンズソウルから続く骨太なアクション性や未知のエリアを突き進む探索の緊張感などが高い評価を受けたといいます。ソウルシリーズの世界的な人気を決定づけたタイトルとなったことが大きかったのでしょう。なお、その系譜を継ぐ2022年2月25日に発売予定の最新作エルデンリングは、今後発売予定の作品から選出される最も期待されるゲーム賞を受賞しており、今年度のゴールデンジョイスティックアワードではフロムソフトウェアの世界的な人気や影響力が改めて垣間見えたと言えるでしょうね。ゴールデンジョイスティックアワードの結果は海外のネット上でも話題となっており、ゲーマーたちから様々なコメントが寄せられていましたので、一部紹介いたします。海外の反応。ダークソウルはそれだけの作品だよ。アクション RPG の基礎を作ったんだからね。 FPS におけるハーフライフと同じくらい偉大。ダークソウルよりふさわしいゲームが思い浮かばない。ダークソウル1の名作っぷりは尊重するけど、スカイリム以外が史上最高のゲーム賞を受賞するのはおかしい。イギリスのローカル紙が勝手に言ってるだけだろ。マインクラフトが受賞するものだと思ってた。俺はプレイしたことないけど、影響力が絶大だし。ダークソウルは俺が最も好きなゲームだ。だからこれはすごくいいことだと言いたい。どんな芸術形態でも最高傑作を議論するのは馬鹿げてるよ。史上最高の曲や映画や小説が何だと言われても真剣に受け止めるべきではない。みんなもっとリラックスするべきだね。このランキングはおかしいわ。なんでみんなそんなにダークソウルが大好きなのか俺には全然わからない。少なくとも世界一なんて言うほどではないし、この肩書きはふさわしくないゲームだと思う。好みの差が激しすぎる。正直、ノミネートされてるゲームすべてが受賞にふさわしいと思うよ。誰がどのゲームを選ぶかはそれぞれ違うはずだしね。とはいえ、個人的にはダークソウルの受賞にすごく満足してるよ。大好きなゲームの一つだし、誰もその影響力を否定できない。外国人のゲーマーたちからは賛否の声があるようでした。コメントにもありましたが、世界一のゲームを決めるのは難しいですよね。日本メーカーのゲームが多数ノミネートされているのはとても誇らしいことで、こういったニュースはもっとメディアに取り上げられてもいいように思います。どうしてもゲームは下と見てしまう人も多いですが、近年ゲーム市場は世界的に急成長を続けており、日本の市場規模も世界3位と言われ、今やゲームの市場規模は映画と音楽を合わせたものより大きいようです。日本のゲームは後世に影響を与えたものが本当に数多くあるので、もっと大きく報道されてもいいように感じます。最も売れたコンピューターゲーム。それでは最後に、個人的に気になった全世界で売れたコンピューターゲームのランキングを紹介していきたいと思います。まずは20位から12位はこちらとなっています。ゲームというものに馴染み深い人であれば、どれも見覚えがあるものばかりです。2000年代に入ってからの作品が多い中、画面上を逃げ回るカモを撃ち落とすシンプルなガンシューティング、ダックハントがこの時代に発売され、2830万本も売り上げているのがすごいですね。それでは続いて、10位から6位まで。任天堂がすごいですね。集まれ動物の森の発売は2020年3月20日で、
短期間にこれだけの本数が販売されているのは驚きです。あつ森は国内だけで1000万本の大台を突破しており、これまで最高であり約30年以上抜かれなかったスーパーマリオブラザーズの記録681万本を大きく超えて、単一のタイトルとしては日本国内で過去最も売れたビデオゲームソフトとなったようです。これは考えられないレベルの領域であり、今後抜かれない記録とも言われています。それでは最後にベスト5を発表します。2022年現在までで世界で最も売れたコンピューターゲームは、2011年に Windows、MacOS X、Linux 向けに発売されたマインクラフト。日本国内ではマイクラと略称され、サバイバル生活を楽しんだり、自由にブロックを配置し建築などを楽しめるゲームです。多くのプラットフォームに移植され、有料モバイルゲームのダウンロードも含めて2億本を販売しています。ちなみに単一プラットフォームで最も売れたゲームは Wii の Wii スポーツで8290万本となります。皆様がプレイしたことがあるゲームはランクインされていたでしょうか。海外で高い評価を得ている日本のゲームソフトは数多く存在します。今後も日本のゲーム業界には期待したいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。